Why did never give up? はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。昨日、おとといと、教室発表会のリハーサル2日間初めてやったんですけど、忙しすぎて昨日の持ちトークがもう全然取れなかったっていうぐらい、まあすごい2日間でした。いやー、今日はね、夕方からお仕事なので、もうずっと出てました。疲れてね、っていう、まあ、感じだったんですけれども、まあこの2日間の間にね、生徒さん、そして生徒さんの保護者の方からたくさんの差し入れをいただきました。もう教室を代表して私がお礼を言わせていただきます。本当にありがとうございました。でね、今日はちょっとね、ビビった話がありまして、ある生徒さんのお父さんがね、その一回書いたってまた来られたんですよね。で、差し入れですって言って、あのミスタードーナツのお菓子を持って、まあ、これはこれでうまかった。まあ、マジで。ありがとうございます。やばかったです。めっちゃ食べた。で、僕がドラゴンボールを好きなことを、まあ、知っていらっしゃるということで、フィギュアを持ってきてくれたんですよ。そう。で、よくね、ドッカンバトルの配信者のリベルタングさんとかがよく開封動画とかして、見てるのはもちろん分かってるんですけど、いや、今日はね、その昔と今のフィギュアの、そのクオリティの違いっていうんですか、僕ちょっと今驚いてるわけですよ。昨日ちょっと疲れてて全然見る暇がなかったけど、今起きてちょっと見たんですわ。やばい、クオリティがやばすぎて、それを皆さんにちょっと見せたいなと思ってですね、今日はちょっと紹介したいと思います。じゃあ行きますよ。どれから行こうかな。まずいきなり、これは最後にしようかな。どれから行こうかな。じゃあこれから行こうかな。はい。でれん。こんぐらいがいい。これは、間違ってたらすいませんね。悟空とベジータが、ここにイヤリングがあるから、ボタラで、合体した、ベジットだと思います。ちょっとね、これ伝わるかな？ここら辺のシワとか、この筋肉の感じとか。めちゃめちゃ成功にできてるんですわ。これカメハメハ打つ多分ね、前なんでしょう。これ躍動感半端ないですよね。もうこれ見えるもん、なんか波動みたいなのが。かっこいい。やばい、今めちゃめちゃテンションが上がってます。いや、これはかっこいい。後ろ髪みたいな、こうやってつくのにね。はーめはーめーみたいな。おい、やば。はい、こちらベジットでございます。ありがとうございました。次は、ね、これすごいよ。さあ、これ見て誰かわかりますか。いや、てかこれマジで躍動感半端な。これはドラゴンボール GT に出てきたスーパーサイヤ人4ベジータですね。そう、4はね、ちょっとね、独特のデザインなんですよね。だから これだから、ファイナルアタックじゃ、なんだったっけな、なんとか社員スパークかなんか売ってるところの、あれかな。いや、マジでかっこいい。もうね、カメラで本当伝わるかどうかわかんないんですけどね、このなんか、シワと、こうなんかこの、筋肉の盛り上がり感というか、こうなんかこうやってる、ね。尻尾もしっかり生えておりますと。ね。そう。4はね、髪黒いんですよ。そう。黒だったよね、多分ね。うん。でもこの、なんか、歌舞伎町のメイク。僕はいつも歌舞伎町のメイクって言ってるんですけど、これがね、すげえ。あ、これはかっこいい。僕好きです。ベジータの中でも好きなスーパーサイズの携帯4かもですね。はい、ありがとうございました。さあ次。ででーん。これはですね、この衣装を見る限りではですね、おそらく、
スーパーベジータかなと、ね、名前が、ね、いろいろあるんですよ。これ大体のって飛んでる感じわかるの、このこれ何をしようとしてる時なんだろう、何をしてるしようとしてるのかちょっとわからないです。これはね、さっきのポタラ、あのこれはイヤリングで合体するやつね。あれと海王神様、昔の海王神様がなんか教えてくれたやつだったと思います。なんかこうはめて、片方ずつはめたらくっつくみたいなね、やつだったと思います。こっちは、まあ、あのおなじみのフュージョンですよ。あの物議を醸したこう一緒にこうやって合体するやつ、これでベジータと、あ、悟空とベジータが合体してカカロッ、なんつったかな、あれ何つったの、ゴジータだから、あ、悟空とベジータで、あれ五時何々ってとこかな、はベジットって、あれ何だろう、ちょっと待って、完全にうる覚え忘れてたけど、まあそれです。いやかっこいいな、このもうなんかこう台座に乗せるとこの飛んでる感じ半端なくね、そういう風に見えるというかね、ね、後ろ姿もかっこいいですよね。なんかこのベストみたいなの着てるのが、まあ、ゴジータのイメージですよね。あ、そうか、ベジータとカカロットでベジットってとこからだから、こっちがそうか、そうです、これがベジットだ。あ、でもこれ、そうです、これさっきの、そうか、さっきのこれか、こっちスーパーベジットですよ。そうです、これがポタラのスーパーサイズになったテイルですね。これもうあのドッカンバトルならおなじみの攻撃食らった後にカウンター打った時の蹴りの時のやつじゃないですか、これね、やってる人分かりますよね。すげえ助けられてますよね皆さんね、このカウンターにね、うん、というやつだと思います。いやこれもかっこいい、いやこんなこれでね、近くで見てほしい、この凄さ、めちゃめちゃ精巧に作られてますよ。はい、ということでこれありがとうございます。そして次一気に出しますよ。わ、すごいすごい、これちょっとテンション上がるね。これさあ、これがさっきのドラゴンボール GT の方で出てきた、悟空とベジータが合体した、これはゴジータだ。あ、ちょっと分かんなくなってきた。スーパーサイヤ人4、あれスーパーサイヤ人4ゴジータだよね、これ。合ってるよね。あ、そうそうそう。スーパーサイヤ人4もわけ分かんなくなってきた。スーパーサイヤ人4ゴジータですね。もうなんかこのシルエットとか、なんかドッカンバトルやってる人だと分かるかなっていう、何やってる時のやつかなって。これで手の動きは、なんだろうな。こっちは多分なんか気をうわーってやってる時なんでしょうね。こんな感じです。じゃあこんな感じ。うわー、かっこいい。いや、子供になっちゃいますね、こんな見て。あ、取れた。ちょっとこれ、接触部分がね、取れるからちょっと気をつけないといけない。それはもうお父さんにも言われてたんで。そうなんです。ちょっと難しいんですよ。なくさないようにしよう。あとでやります。ねえ、ドッカンバトルではめちゃめちゃお世話になってます。7周年か8周年か忘れたけど、その時のやつめちゃめちゃ強いですもんね。いや、これはかっこいいなぁ。とにかく作りがもう成功すぎる。ね、ありがとうございました。そして、あとこれ。これは、スーパーサイヤ人スリーゴテンクスかな、悟空の息子のゴテンとで子供の頃のトランクスが合体したやつだったと思います。
可愛いですよね。かっこよさと可愛さがなんか混同した感じ。ちょっと生意気な感じのね、あれが可愛らしいゴテンクスですね。何売ってる時ですか。あ、なんかダラ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 って何時だっけな。神立ゴーストアタックだったけど、でも忘れたけど、やってる時じゃないですか。いや、これいい、かっこいい。ありがとうございます。そして、鳥を飾るのね。いや、もうこれを見た時にちょっとこれ動画を上げないといけないなと。てて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 りりり、今の音楽で触りましたね。これはもうスーパーサイズン孫悟空か2かどっちかでしょうけど、これまず重量感半端です。なんかもう本当に重いというか、でちょっとなんかね、これがなんか一番なんか趣味というか、靴とか見てくださいよ、これリアルすぎないですかこれね。いや、これマジでもう、いや、ちょっとこう手に取ってこうやって見たときに、ちょっとボロボロになってる感じの道着とか、すぎゃーと思って。で、私はこれ見たときに思いました。ここでもしトークするときは、アシスタントでここにいてもらおうかなと。はい。これで一緒になんかね、やろうかな。なんかよくないですか？ちょっとここにいていただきながらお話しするみたいなね。ここぐらいがいいかな。っていう感じで。日替わりでアシスタントが違うみたいないいかなと、ちょっとやってみようかなと思っております。さあ、じゃあちょっと全集合してもらおうかな。はい、立てられない人もちょっといるからですね、あれですけど、どうだ、こうか、こう、すごいね、これ集まるともう僕消えちゃいますね、これちょっと待って、入りきらんの、入りきらない、はいやばいやばいそしてもう入りきらないですよこれ。いやいや、ちょっと夢のようですもん、私本当に。はい、手で押さえた、全員入ったかな。そして最後、あ、そうだ、忘れてた。未開封のやつもいただいてるんだった。見て、映画のね、スーパーサイ、ドラゴンボールスーパー、スーパーヒーローでおなじみの孫悟飯ビースト、かっこいい。この未開封のやついただきました、ね、これちょっと後で開けます。あともう一個もらったんですよ。はい、これいつのやつか分かりますか。これは、大人になって背が急激に高くなった時の天下一武道会でピッコロを最後に場外に突き飛ばした時の足カメハメハのやつじゃないかなと思うんですけどね。めちゃめちゃこれタイムリーというか、ドッカンバトルで確か最近のドッカンフェスのカードになった人ですよね、確か。違ったかな。いやー、というかもうやばい、もう今ちょっとずっとニヤニヤしてますもん。ね、こんな感じでいいかな。おお、すごい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 。どこに置く。わ、だ台座あるの。いや、これ何の台座だろう。こんな感じやばい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 、これすごい、ほんとすごい。まあ、このようにこれ全部昨日いただきました。いや、もうわあ、ちょっと本当にありがとうございますね。いや、今のおもちゃ舐めたらあかんっすな。いや、マジでやばいよこれ。いや、これはね、絵で見るっていうよりも実際手に取ってみていただくと凄さが絶対伝わる。いや、本当、昔のおもちゃのクオリティとね、まあ昔は昔でほら、まあね、なんか買ったトランスフォーマーとかですよ、買った時に全然違うやんってツッコミどころ満載やったんですけど、でもまあそれはそれで嬉しかったんですけど、いや、これ今のはもうマジで、だからセイントセイヤのやつとかもきっとすごいんだろうなちょっと思っちゃいました。で、怖いな、なんかやばいな、今なんか買ってみようかなちょっと思ってしまった自分がちょっと怖いっていうぐらい、ちょっとすごいものを見せていただきました。今のおもちゃの技術は
すごいぞというお話をさせていただきました。本当に、お父さんありがとうございます。大切に使わせていただきますということで本日は、最近の、玩具の実力は半端ないぞというお話をさせていただきました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは失礼いたします。なんだっけ締めの言葉って、ドラゴンボール、明日のもちトークも絶対見てくれよな。失礼します。